回転級防護巡洋艦とは、新国の北洋艦隊が第一次世界大戦前に収益させた防護巡洋艦の艦級で2隻が収益した、本型と同時期に建造されたアルゼンチン防護巡洋艦、ブエノスアイです。本級は、新国海軍が日本海軍に対抗して、イギリスのアームストロングに発注した艦級である。いわゆるエルジッククルーザーの仲間であり、 フィリップ・ワッツの設計で、エルジック造船所にて2隻が建造された。設計は、同時期にアルゼンチン海軍向けに建造をされた、ブエノスアイレスの改良型であった。1隻あたりの価格は328,242ポンド。建造途中で、日清戦争が勃発したために戦力化は、間に合わなかったものの、動船で失われた、低円級に変わる艦隊の中核として、 新国海軍から中華民国海軍で使用された。1911年に取られた海機の中央部。本型の船体形状は還元の高い平、甲板型船体で、艦首水面下に昇格のつく艦首から、艦首甲板上にアームストロング2 0 3トル速射砲、お棒立てのついた単装砲貨で一機その背後から、 上部構造物が始まり、全部単小灯台を基部として、全部ミリタリーマストが立ち、前後のミリタリーマストには、頂上部と中部の2段の見張り所が設けられていた。マストの背後に下部に司令塔を組み込んだ、相打環境の両脇には、船橋が設けられていた。船体中央部に日本煙突が立ち、煙突の周囲はキセル型の通風塔が立ち並ぶ、関西艇置き場となっており、 日本一組のボートダビットが片源三組ずつ計六組で運用された。後部ミリタリーマストと後部見張りところで上部構造物が終了し、そこから一段分下がった後部甲板上に後ろ向きで二番手法が一機配置された。原則甲板上には副砲の 12cm 速射砲が棒立てのついた単装砲がで等間隔に片言五機ずつ 計10機が配置された。耐水雷艇用に4 7トル速射砲が4機が、前後ミリタリーマースト中段の見張り所に2機ずつと、原則部には片原に艦首と艦尾に1機ずつと、船体中央部に4機ずつの、計12機を配置していた。この武装配置のため艦首尾方向に、最大で2 0 3トル砲1門1 2トル砲2門4 7トル砲3門が、 減速方向に最大で20.3センチメートル砲2門12センチメートル砲5門に4.7センチメートル砲6門が試行できた。1911年に取られた海木の艦尾部、後部艦舶上に棒立てのついた20.3センチメートル単装砲と減速部に12センチメートル速射砲が見える。手砲はアームストロングが開発した。 1893年型2 0 3トルライフル砲を採用重量1 1 6ラムの砲弾を最大行角30度で1 8 0 0 0ルまで届かせられる性能であった。この砲を棒立てのついた炭素砲がで前後に一機ずつ配置された。砲がの不行能力は行角30度、深く5度である。旋回角度は左右150度の旋回角度を持つ。 手砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は補助に人力を必要とした。発射速度は1分間に2発であった。副砲はアームストロングが開発した1884年型 12cm 速射砲を採用した。その性能は 36.5kg の砲弾を最大行角20度で 9050m まで届かせられた。 この砲を単層砲画で、片言5機ずつ、計10機を原則配置した。不要能力は、行角20度、深角3度である。旋回角度は360度の旋回角度を持つが、実際は、上部構造物により社会に制限を受けた。砲画の不要、旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は1分間に5から6発であった。 他に、耐水雷艇迎撃用に、オチキス 4.7cm 速射砲を、単装砲がで12機搭載した。他に、対艦攻撃用に 45.7cm 魚雷発射艦を単装で艦首に1機と原則に、片元2機ずつの、警号機を搭載した。1920年に、海機のみ 4.7cm 砲4門を撤去し、代わりに、対空火器として、 マキシム3.7センチメートル機関砲4機を搭載した。本型は防護巡用艦のために原則部には装甲板はなく、代わりに石炭鉱を設けることで、敵弾や浸水を石炭で食い止める防御様式となっていた。このため敵弾や浸水を艦板上で食い止めるために主艦板はハーベイ庫で覆われ、 平坦部は三十七から七十六ミリメートル、傾斜部は百二十七ミリメートル。装甲が張られていた。また、主砲の棒立ては、前立てが百十四ミリメートルで、他は百二ミリ。前も装甲であった。エルジック造船所にて年11月11日、千八百九十六年十一月十一日、起構、千八百九十七年十一月二十五日、浸水、千八百九十八年一月十六日。 春八1899年に収益。1904年4月16日に、チャンスーショー、新田沖で座礁沈没。エルジック造船所にて1896年11月11日寄港。1898年1月24日、浸水。1898年春八1899年5月10日に収益。 1911年4月11日に、常時5世大艦記念館艦式に参列。1937年9月15日に、日本海軍の爆撃機の空襲により撃沈。1959年から1960年不要後、解体処分。ありがとうございます。